皆さんこんにちは、カレンゲームラボのカレンです。今回は2023年東京ゲームショーに出展する企業の中でちょっと中国企業の出展内容を現在わかる範囲で紹介していこうかなと思います。なぜかというと、なんだかんだクオリティや話題性の高いタイトルを出しているので、今後さらにそういったタイトルが出てくるかなと思い、ちょっと調べてまとめてみました。当然大手企業になればすでに公開されている情報もあるかと思いますが、予習を含め見ていきたいと思います。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。まず今回調べた中国企業は主に一般展示部門10社とスマホゲーム部門4社、計14社を対象として調べてみました。中にはまだ情報公開されていないものや社名が変わっていてよくわからないなといった会社も含まれますが、そういったところは現状何やってるところかをまとめてます。それでは一般部門から、一つ目はインディーアーク。こちらの開発スタジオは主にインディーゲームや協業によるゲーム開発を軸に展開しているゲーム開発スタジオ。特に昨年スイッチとスティームでリリースしたインディーゲーム開発者の苦悩を描くナラティブアドベンチャーグッドバイワールドは評価も高く、内容自体もインディーゲーム開発スタジオならではで興味をそそるタイトルとなってます。ケルンで開催されたゲームスコムでは4人協力プレイが可能なストライクフォースヒーローズや RP7 の出展がされ、今回の TGS でも同様のタイトルの出展が予想されます。特にストライクフォースヒーローズは昔ならではのシューティングアクションに最新の仕組みを組み込み現代風にアレンジし、より爽快さと無双感が味わえる内容と推察します。結構面白そうですよね。ゲームショーで出展されればぜひ遊んでこようと思います。続いては XD エンターテインメント。こちらは中国でも大手ゲーム開発スタジオ、開発のみならずパブリッシング事業も展開しており、中国で超有名なプラットフォームタップタップの設立にも携わっている企業さん。そんな XD エンターテインメントが今回の東京ゲームショーで出展するタイトルは 2.5D で表現されるタクティクス RPG スズランの剣。本タイトルはタクティクス RPG の生みの親松野康美さんにも賛同を得ている作品で、タイムリープの概念を用いた内容で実際プレイしてみたところ、かなり死に戻りを体験でき面白い内容となってました。詳しいところはこちらの動画で紹介しているのでぜひご覧ください。多分これ以外のタイトルの出展はないと思うので、大々的に大きめのブースでプロモーションを打ってきそうな気がしますね。どんなブースになるのか気になるのでちょっと見てこようかなと思います。続いて3社目はオリジナルフォース。こちらはゲームやアニメ、映画などの映像制作スタジオとなっていて、特に制作に携わっているタイトルはどれも人気作品やヒット作が多く、ゴッドオブウォーラグナロクやホグワーツレガシー、バットマンアーカムナイトなど世界的に注目されたタイトルに携わっているアニメーションスタジオということで、今回の TGS では特にオリジナル作品の展開というよりかは、携わってきたタイトルの技術紹介や現在携わっているタイトルの紹介がメインとなりそうな気がします。かなり技術力の高いスタジオなので、どんなものが出展されるか気になります。続いて4社目、スマホアクションゲームに革新をもたらしたパニシンググレイレイブンでおなじみの黒ゲームより名調が出展されます。昨年の TGS や今年のコミケなどにも出展されており、すでにご存知の方も多いと思いますが、本タイトルは荒廃したポストアポカリプスな世界観で展開されるオープンワールドアクション RPG。 パニグレで得た開発経験を用いてアクション性のあるバトルが楽しめる内容となってます。去年の TGS では CBT の参加権をかけた試遊が行われていたので、今回どういった内容になるか気になります。また今年のコミケはブース内でスタンプラリーが展開されていたので、今回の TGS でも同じような形式でブース展開が行われるような気がします。名調ファンが気にしているところはリリース日や次回 CBT の日程、さらに最新のゲーム情報と思います。今回の TGS では何かしら新情報が出そうな気がするので、その辺ひっくるめて TGS 行ってこようかなと思います。続いてコードブレイク。こちらはゲームスタジオというかゲームタイトルがブース名になっていて、調べたところこちらの開発スタジオの大元の会社はオフィス系ソフトやセキュリティソフトの開発販売を行っているキングソフトで、そこの子会社であるシシュンゲームというところが今回出展するという感じとなっております。違ってたらすみません。出展タイトルは実は2019年の TGS でも出展していた 3D ロボットアクションコードブレイクと推察しております。
つい先日アーマードコア6がリリースして、ロボットアクションというジャンルを見聞きする方も多くなったと思いますので、コードブレイクどんなゲームなのか現地行って見ていきたいと思います。続いてネットイースゲームス、こちらは中国最大手のゲーム開発会社で、荒野行動やナラカブレイクポイント、デッドバイデイライトなどヒット作を数多く出している開発スタジオ。今回の TGS では新作発表はもちろん、既存リリース済みタイトル出展やゲームスコムでも出展されたザ・タイムシフト・ウォーリアー、さらに集英社ゲームスとの協業タイトルアンベイル・ザ・ワールドなど数多くのタイトルが出展される模様。さらに先日話題をかさらったプロジェクト無限についてはサプライズ的な何かがあると嬉しいですよね。ここは要チェックしたいところです。続いてはアークナイツでおなじみのハイパーグリフ。2021年の TGS では買い切り型 3D RPG エクスアストリスの出展や、22年3月にはアークナイツの新作エンドフィールドの情報など気になるタイトルをいくつか発表しているものの、追加情報がない状態なので、今回はそれらのタイトルの新情報が公開される可能性があるので気になるところではあります。この2タイトル完全に影を潜めていて、忘れられている方も多くいると思うのですが、かなりクオリティの高いゲームと推察しております。特にエンドフィールドはアークナイツファンにはたまらないタイトルなのではないでしょうか。両タイトルともに大変気になる作品なので、ぜひブースに足を運んでみようと思います。続いてはベイジンキュービックスペースデジタルテクノロジー。こちら全くわかりませんでした。ゲームに紐づく要素の内容がなく、会社概要にはゲームなどの IP ベースの新規ビジネスを支援と記載されているだけで、これだけだと具体的に何を行っているところか全く分からず、もし分かる方いたらぜひコメントください。続いてはホヨバース。今回は既存リリースしているタイトル展示はもちろん、注目はこれからリリースするゼンレスゾーンゼロの展開が気になるところです。先月開催されたゲームスコムでは、ゼンレスゾーンゼロの私有から世界観をモチーフとした専用ブースの展開がされており、見どころのある内容となっていたので、TGS でも同じような仕様で展開されると思います。また22日金曜日19時からはオンライン特別番組の放送を予定しており、現地に行けない方にとっても嬉しい内容となっております。続いては麻雀メタ。こちらはあまり聞き慣れないと思うのですが、開発スタジオというよりかは投資集団が手掛けている Web3 を採用した麻雀ゲーム。2ヶ月間のベータテストを経て8月7日にリリースし、このベータテストでなんと49万回以上の対局が行われていて、かなりウェブ麻雀界隈で盛り上がりを見せているタイトルとなっております。日本だとジャンタマや MJ などが人気ではありますが、 Web3 タイトルがもっと手軽にできるようになれば人気が出るタイトルなのかなといった印象です。ゲームショーでは実機プレイや NFT への参加方法など多分レクチャーしてもらえそうな気がするので、気になる方はぜひ立ち寄ってみてください。はい、ここまでが一般部門展示10社となっておりますが、ここまで見てみると注目すべきブースは XG エンターテインメント、クロゲーム、ネットイースゲームス、ハイパーグリフ、ホヨバース。個人的にはインディーアークなんかも気になったりしておりますが、どうしても大手企業が中心となってきてしまいますね。続いてはスマートフォンゲーム部門に出展する企業4社をバババッと見ていきたいと思います。1つ目はグアンジョンゲームインダストリーアソシエーション。ゲーム開発スタジオではなく、中国広州のゲーム会社の海外進出支援を行ったり、国際文化産業交流活動などを行っている産業組合。海外進出をしたゲームタイトルの紹介と自社の活動紹介がメインになるかと思います。次はイヤゲームス。カジュアルゲームを展開している開発スタジオで、最近 YouTube 広告などでもよく見るお願い社長の出展と思われます。続いてはプレイマップ。いろいろと調べてみたのですが、出展情報が不明です。続いてはリバイタライゼーションゲームス。こちらもともと会社名はレスターゲームスで、ES6 の運営を行っている会社。過去にいくつかリリースしているタイトルがあるのですが、現状サービス終了しているのが多く、今回の TGS ではどういったタイトルが出展されるのか不明な状態です。はい、いろいろと見てまいりましたが、スマートフォンゲーム部門でこれを抑えろっていうブースは個人的にはないですね。はい、
総合してみても、先ほどお伝えした XD エンターテインメント、クロゲーム、ネットイースゲームス、ハイパーグリフ、ポヨバースなど押さえておくと良い気がしますね。ただちょっと残念なところは、すでに気質の情報が展開されるのが予想されていて、 TGS ならではの新情報がどこまで出てくるか期待したいところです。またハイパーグリフは久しぶりの出展なので、何かしら新情報があっても良いかと思います。はい、今回は TGS に出展する中国ゲーム開発スタジオなど14社を見てまいりましたが、いかがでしょうか。新しくこれだっていう話題性のあるタイトル発表はなさそうな気がしますが、唯一ハイパーグリフがエクスアストリスやエンドフィールドの新情報を公開してくれることを期待しております。ということで、チャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。